冬とか秋っぽい。また来たよ。もう粉がいっぱい。ひなちゃんが話したでしょ。大葉というのは意外なトッピング。そうなの。本当は楽曲によってリップ変えたりしたいの。曲によってメイクとかは変えたい。変えれたら楽しそうかも。なんかスクール生時代は連続で歌うっていうことあんまりなかったので、変えてたりした気がする。まあ、そんなメイクを一からは変えれんけん、リップの色ぐらいは。なんか大人っぽい色の時はなんか紫みたいな深い色つけて、でもなんか爽やかな時とか可愛い時はピンクとかにしてみたいなしてた気がする。正解。ほら、もう来ないからね。もう粉がいっぱい。PS のコントローラー式もの。正解。スタバの黒いやつって何味？下にかぼちゃのプリンがあって、で黒いところ、なんかなんて言ったの、壁についてるソースはキャラメルで、なんかじゃないところ壁のソースがキャラメル、下にこう入れるオレンジ色のプリンがかぼちゃ、その上にさ、っていうか土台みたい、土台じゃない本体が何味か分からんかったけど、そうかぼちゃとキャラメルでした。美味しかったよ、めっちゃ。かぼちゃプリンって美味しいよな。その新作でも調べたらね、キャラメルとかぼちゃって出てきて。水曜日は読まれる人固定されてきたね。そうですかね。私は分かんないです。ちょっとあのアナウンサーさんが決めてくださってるので、私はノータッチでございます。またおうちゃんと言ったんでしょ。いや、あれはマネージャーさんです。なんかね、急遽ねお仕事が入って、お詫びにマネージャーさんがおごってくださった。今日は私がおごるよって言ってくれて、声出しの時と他の感じが違う。本当？リップの色が違うけんかな。今鮮やかな赤だけど、声出しの時は紫みたいなピンクつけてました。気のせいだと思うけど、 iPhone15 になってから顔が縦に長くなったの。これ iPhone15 じゃない、 12 Pro。 広角じゃけんじゃない、ここら辺にしたらそんなことないじゃない。っていうか、でも、レンズによって見え方違いそう。明日飲んでみる、アーモンドミルク変更も良さそう。ねえ、美味しそう。それも良い。最近の前髪好き。ほんと？マイキューもね、言ってくれた。パッツンの方が好きですって。
それはあなたの意向あるからそれに合わせて読んでる。だから私は何者たち選んでません。本当に意向なんて伝えてません。ごめんなさい。あのね、私の番組じゃないので。私も参加させてはもらってるけど、タレミミュースのプライズ明日からギガでしたっけ。ずっと待ってたこの日を。10月12日より。ほんとだ、行かなきゃ。ほんとや、楽しみ。超ビッグらしいね。家中をあれで埋め尽くしたい。もう幅広げました。私はね、あんまり横のこのなんか横毛みたいなこういうのがさ似合わんって思うよ自分で。じゃあもう切っちゃった。しかも踊っとったらね、こうそう触覚みたいな入っちゃったりするから口の中に。私の投稿、相づち、ありがとうございます。一と初対面の幕張まであと10日。おお。楽しみですね。美人さんだって。ありがとうございます。褒め上手さん。若返り成功した。若返りたかったわけじゃないです。私はお人形みたいになりたかったそう、なんかお人形って前髪パッツン重めのイメージだから。事件赤い深いリップつけたい。お人形ドールドールドールメイクってしゃべ。わあ、すごい。今日の前髪めっちゃ綺麗。あら、やったぜ。まかりのためにめっちゃ水色の服探した。わあ、ごめんよみんなありがとう。最近美術とか好き。本当なんかね、大好きな人の時みたいって言われました、マネージャーさん。どうせした。水色のリップとかつけてきて
水色の凍えすぎ。瀬戸内の T シャツでありそう。確かにスティの T シャツとか顔面蒼白。それダメだ、心配する。水色の タオルとか首から下げかけて、ネクタイもありありあり。水色のあれあれ、なんかさ、なんていうんだっけ、エクステ、エクステ、髪のここのここだけ水色のエクステつけて色つけるみたいなとかいいんじゃないですか。肝心の道の方も決まって聞く聞く聞く。うん、水かぶっていく。ちぎゃん、一緒じゃないのよ、色だから、色一部分にさ、そう。でも入っとったらいいよ。みち水色の可愛い服何着か持ってた記憶がある。鳥のカーディガンとか。そう、でもあれさ、さや五郎さんのあのね、STU ラボでバンブーパームに行った時に結構。ほつれちゃったんですよね。動物さんたちがこう乗ってきてくれたり抱っこしたりした時に、ツアーのサングラスでもいい。うん、あり。そうそうそう、ニットで行く場所じゃなかったって思ったけど、ほつれも思い出です。あ、バンブーパーム行った時のほつれやってなるから。なんかね、あの本編に載ってないところで抱っこさせてもらったりしたんですよ。じゃけん、こっちの服の色だとオレンジ系のやつ好きなの。オレンジってあれしか思い浮かばん。ここら辺までのワンピース、あと何持ってましたっけ。オレンジのコート着てた。そうだそうだ、Thank you。今季アイボリーとかベージュが着る。うん、何でも気分ですね。
によって変わるね。白黒の気分の時もあるし。おとといらしい行きました。幸せな時間ありがとうございました。お、ありがとうございます。美味しかったかしら。ベージュの比率は多い。うちの配信見ながら濃いブラウンのコートポチりました。わん、絶対かわいい。いいないいな。はい、それでは団長を読んでいきたいと思います。ねえ、秋服冬服大好き。13位ジャスト水色さん、12位今日の坪ゆうすけさん、11位長谷川さん、10位和則さん、9位 A さん、8位ジュナラゴさん、7位ムームーさん、6位昔からおじいさん、5位トラッキーさん、4位七七さん、3位ともゆきさん、2位香港さん、そして1位はドゥルルンジャジャン、なっかんさんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22はトゥルルンジャジャン、トミコさんでした。ありがとう。すっかり元気そうでよかった。そうそうそう、昨日はちょっと体調が悪くてね、まあ、体調が悪いっていうか、なんかなんつったらいいのかって感じなんですけど、でもまあ良くなりました。ありがとう。それではまた明日。